お、おしゃまりちゃんもう進化しちゃう？わお、もう最終進化系ですかね。わあ、かわいい。アシレーヌかわいすぎでしょ。いや、いいね。この最終進化系を見てね、アシマリに決めました。歌声を生かし戦う。毎日の喉のメンテナンスはトレーナーの大切な役目。喉メンテしてあげなきゃいけないんだ。歌方のアリア。何、歌方のアリアって。お、威力90、いいですね。ちょっと気品高すぎだろう。気持ちよさそう。直していこう。手長いな。治った。やべえ、女の子にしたらよかった。どのお豆ちゃん好きなの。やだーって言ってる。どのお豆好きなんだ。これ虹色はどうだ。これ喜ぶでしょ。あ、こうやって食べさせてあげたらいいってことね。なるほど。わあ、すげえ、なんか上がったんじゃない。よしよし。嫌いなとこあんまりないのかな。あ、た、ごめん、叩いたつもりじゃなかったんだけど。あ、なんでこのなんで鼻ほじっちゃうの。違う、こういうことやりたいんじゃない。よしよし、いいかいいか。いや、これやばいね。ありがとう。すごい、気品あふれる。はい、ちなみにね、アシレーヌちゃんになったら水タイプにフェアリーがついて水フェアリーになりましたね。で、今回はね、アシレーヌちゃんの Z 技使っていきたいかなと思います。相手はアローラ姿のライチュー。かわいい。さあ、いくよ。で、ここ、なんで3つあるかっていうと、水タイプの技3つ持ってると3つ出てきます。上から順に PP がね、1つ減るっていう感じだから、一番使わないアクアジェットのところを選択します。お、サイコキネシス使ってきた。早いな。アシレーヌ大丈夫。さあ、 Z 技使うよ。お、阿波踊りみたいなして、 Z パワーを体にまとい、全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。ババ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 バチーン。強い、強すぎる。マリン頑張ったね。ニャヒートとですね。よし、指示待ってる。じゃあ、歌方のアリア放っちゃいましょう。美しすぎる。パッシーン。やったね。こっちチラッと見るのがいいよね。お、ネジネジがまさか3つに分身しちゃう。ネジネジ、来ました。お、離れてる。レアコイルちゃんになりましたね。ほぼコイル3倍の電力。太陽の黒点が多いとき、なぜか大量発生。おや、ネタロウも。あらら、ネタロウも夏気度が上がってレベルアップすると進化するみたい。夏気度上がったか。やりました、カビゴン。毎日400キロの餌を食う。食ってる端から居眠りを始め、眠ったままでも食っている。寝すぎだろ。カビゴンめっちゃでけえ。舌しか触れない。カビゴンのでかさ半端ねえな。ちょっとお腹しか触れないっていうのがちょっと。
食べれるの？なんか食べさせてあげようか。お、食べようとしたらここに。好き？あ、どう？喜んでる。よしよし。かわいいな。大きいポケモンは2画面使うんだね。